こんばんは、しげもんです。どうも。前回動画でこのエフトイズの食玩チェンジシンカリオン、これを金色に塗り替えて金カリオン作ってみましたね。名付けて金カリオン。金カリオン E5 はやぶさで、今これ通常カラーとゴールドカラー E5 系止まってますけども、今回はよいしょよいしょ、はい、こちらチェンジシンカリオンもう一箱購入しましたので、これを黒色に塗り替えてブラックシンカリオン作ってみようと思います。でシンカリオンの最新トレーラー YouTube にも出てましたけど、漆黒の新幹線がブラックシンカリオンに変形しましたね。でさすがに細かいディティール等は再現できないと思いますが、前回同様黒色に塗り替えて黒カリオン作っていきたいと思います。よし、じゃあいつも通り開けていこう。もう中身は3回目なんでね、3回目なんでよう分かってます。よいしょ、はい、ボリューミーですね。説明書、あと美味しいガムね。じゃあ開けていこう。ててーん、まさかこのキットを3回も組むとは思わなかった。でパーツはこのように一部着色済み。普通に組み立てるのもすごい簡単。ただ今回は全部塗り替えて黒カリオンにしていきます。よいしょ。で前回はこれ ABS パーツなんでちょっと塗装難儀するかもと思ってましたが、全然普通にラッカー拭けますね。でエナメル塗料を筆塗りとかするとちょっとやばいかなっていう印象はあります。でもいつも通りラッカーを塗布する分には全然大丈夫。よいしょ。じゃあもうこれそのまま塗装して一気に組み立てよう。いきます、せーの。はい、できましたね。漆黒の新幹線風黒シンカリオンです。こんな感じ。結構マットでかっこよくなった。寄ってみよう。はい、こうですね。ちょっと黒すぎて映ってるかな、ちゃんと。これはおなじみのガイアの黒サフを拭いただけです。まあ、サフなんでちょっと表面の傷とかが目立っちゃいますけど、いい感じの黒になりましたね。で黒にこのピンク色は結構映えますね。そして後尾車もこんな感じ、真っ黒。うん、かっこいいね。そして前回作った金カリオンがこちら。並べてみると、おお、かっこいいね、この2両。そして通常カラーがこちら。すごい並びやな。通常カラー、そして金カリオン、そして漆黒の新幹線なんですが、まあ、これは単純にキットを塗り替えただけなんで、実際のディティールとは結構違いますね。本家はここがね、竜の顔みたいになってますけど、今回は普通に E5 系を塗り替えただけだから、ディティール等は全然加工してないです。でもちろんキットそのままなんで変形もできます。じゃあ変形してみよう。でこのパーツが擦れる部分はやっぱり塗装が剥げちゃうかもしれないですね。だから丁寧に。ほんでジョイント部分にも塗装したんで、このボールジョイントのゆるゆる加減はなんかマシになった気がします。それでもゆるゆるですけどね。はい、できました。ブラックシンカリオンみたいなやつです。あくまでそれっぽく塗っただけなんで、みたいなやつね。で今回塗装はもう完全に黒一色。後ろはこんな感じ。このマットな感じかっこいいですよね。ほんまに黒だけで、本家のブラックシンカリオンは結構赤とか金色のサシが入ってたりするんですけど、今回はもう黒だけですよ。で顔とかはちょっと色入れたかったんですけど、細かかったんでもう全部黒にしました。でもあんまり色が入ってるより黒だけの方がダーク感があっていいかも。じゃあちょっと通常カラーも変形さそう。よし、できた。こっちが通常のシンカリオン、そしてこっちがブラックシンカリオン風。お、いいんちゃいます？でやっぱりこれ細かいとこ色入れようと思ったんですけど、黒一色の方がちょっと闇な感じがあっていいですね。お、いいねいいね。じゃあこの金カリオンも変形させてみよう。はい、来ましたね。あ、やばい、これとこれの組み合わせかっこいいかもしれん。でこっちの金カリオンに関してはこの足ね、黒で塗った上に金色で筆塗りをしたんですよね。でもそれと同じことをこっちにしたら被るんで、あ、黒一色でよかったな。こんなに塗り替えるだけで遊べるんやな、すごい。はい、いかがでしたでしょうか。 F トイズのチェンジシンカリオンを黒カリオンにしましたね。実際のブラックシンカリオンとは異なってる点が多いですけど、色だけ、それでも結構かっこよくなったんじゃないのかなと思ってます。あとはこの標準カラーはプラ成型色なんで結構プラスチック感出てますけど、塗り替えることによってそのプラ感を消せるんでかっこよく見える気がするね。というわけで今回は F トイズのチェンジシンカリオンを黒に塗り替えて
ブラックシンカリオンっぽいものを作ってみたよという話でした。また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見えますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさようなら。